リブチ。イブ8、はい、高山1本目どうぞ。はい、高山くん。おわイブ9出てるよ。おあかわいそうだな。46両と。さあやってきました大橋選手。いいよ。いいね。いいよ。続け。けい。あーちょっと苦しいか。戻しこい。72多興味。ビブナンバー71は宮川幸太選手の姿が見えてきて、ロッシングを組んでレッド。今ブルーブルーか。タイムが54.94、現在44位です。ビブナンバー72番、東洋大学の千村武臣選手。ビブ81、春屋。残念ながら、ビブナンバー81は、春屋でも、もう自分のラインでいける感じ。で、注意してほしいのは13、14の入り方ね。で、そことね、するなんだけども。93、拓也。ゴール前に当たりました。同時にね、スピンを攻めていきながら今、スピンを攻めていきながら、スピンを攻めていきながら、スピンを攻めていきながら、55秒69。
2番スタートから59位。あいいとこに行きます。切れてねえな。あ一本目系三井恭平シーズン当初は海外ヨーロッパへの遠征もしてきました。その成果をいかなく発揮できるか。今回の全日本選手権1本目9位でした。今日の選手と0秒09のアドバンテージを持った積極機械選手、昨年の全日本選手権1本目8位、はい、GS では7位、そしてスラロームでは63番スタートから21位に入る素晴らしい成績を見せた積極機械選手。打たれないもんな全然。今日は1本目59秒8位でした。日本工芸大学の平井選手からは0秒1のリードを持ってますと宣伝して1本目7位、山本慎也さん。いいかな聞こえる。昨年の全日本選手権 GS では5位でした。その後は宮沢の国際大会で GS 優勝、あとは札幌ベイベーカップからの優勝など、昨シーズンも活躍をしました。非常に方向決め、タイミングで。スラロームでは表彰台にも乗ったことがあります。宮本慎也選手がやってきました。1本目6位、林田と。本来のスラローム自体は、国際少年の優勝経験もあります林選手。東海大学3年生になりました。その一本目5位、人狼。ジュニアチャンピオンシップ、スラローム第3戦ですが、そこでは4位に入っていました。一方、人狼選手、一本目5位から、ジャンプアップを狙っていきます。今シーズン、選手たちにすると初の、事実上初の GS のレースになる今回の全日本選手権。見えてきた。スルーゲートに入ってくる。一本目良い小山。今年初の必須カテゴリーの GS ということになるでしょう。現在日本大学2年生の小山孝之選手、1本目50秒44。ここまで当時の選手からは0秒47のアドバンテージを持っています。1本目3位、小林宏斗。1本目52秒41。現在トップは平井選手、1本目11位から今トップになっている平井選手。さあここからほぼ表彰台上位という戦いになってきました。見えてきました小林宏斗選手、アジア1本目2位、シンナンバーワンの経験もありますし、松森選手1本目52秒40。現在トップの左選手からは0秒51のアドバンテージを持っています。行きます、お願いします。まだ選手は一番残っているんですが、ここは全く、コンチと問題ありません。1本目1成田、それとも今1本目トップ成田選手がタイトルを取るのか。スタートを切っていました。成田秀幸選手です。1本目、成田選手は51秒59、唯一の51秒台、圧倒的な速さを持っています。バイリントカップのタイトルを取ったことがあります。そして、ワールドカップの経験もあるセンター。両と2本目。現在29位です。高校生では、全体高校生ナンバーワンは、関根学院高校の大橋優斗選手。46番スタートから1本目33位、今のスタートを切って好調です。タケ2本目。現在44位です。ビブナンバー72番、1本目50位でした。三重村タケイロミ選手がスタートを切っています。東洋大学。1本目が55秒07で50位。72位。入っていました。ハルヤ2本目。おーっ、あータクヤ2本目。おー、もっと攻めろ。お願いします。最後の選手は橋口タクヤ選手、はい、お願いします。あ、無線ポールも一緒にお願いね。
さあ、そのビブナンバー93番、橋口選手。